どうも、ピュアキングです。今日はこのコースやっていきます。のっぺらぼう S& トロール。いや、久しぶりに来たね、のっぺらぼうさんの新作コース。前回いつやったっけって忘れてるぐらい期間が空いてますよ。まあ、そんくらいね、トロールコースっていうのは時間がかかるんでしょう、きっと。で、説明文に一部のギミックがテルルさんと被ってしまいました。パクったんじゃないよ、信じて。本人に許可はもらいました。リメイクって書いてるんだけど、テルルという場所はどこの誰かかわかんないんですけどね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00%。僕ね、ずっと前からのっぺらぼうさんからコメント来たら提供はよ、提供はよって返しまくったそれが今日やっと実現できてめちゃめちゃ楽しみにしてるぜ。で、久しぶりに 3D ワールドのコース。上はコインか、左はまあ特に何もないよな。で、このドスンは下に行くだけ。ちょ、これクルリンパで行けっていうことなんじゃない？いや、それ以外なと思うんだよな。最高じゃないか、クルリンパなんだ今のドスの動きは。開幕バグーバー、速攻で面白いバグ用意してきやがって。でもめちゃめちゃ好きだよこういうの。歩いてもダメ、クルリンパもダメってことは、このドスンの下に行った瞬間右入力をやめてみようか。多分それで先に進めろ。で、分かるぞ分かるぞ、このパンブロックを壊した瞬間上から何か降ってくるっていうのが魚だと思うね。じゃあ右に逃げてみる。これ世界なんじゃないの。ゴロがめ狂気が誰だ。パワーブロックを叩いた瞬間に扉に入っていく。さあ次はどんなバグが待ったろんだい。のっぺらぼうさんといえばバグコースだもんな。ここは分かった分かった、ジャンプしたら絶対何か出てくる。お、何も出てこないな。じゃあくるくるジャンプなんで鍵持ってねえのに鍵の開いねえんだよ。 Why? こっちが聞いてんだ。このくるくるジャンプ以外に行く方法ないよな。あ、分かった、ここでクルクルして上を進化しないでジャンプ。いやー、なるほどね、これでいいのか。そしてこの先に進んでいく。で、ここアイテムかなんか出るんじゃない。で、すぐ右に行くみたいな。おっ、なんか普通取らしてくれるね。優しい優しい。いや、いいよいや、全然いい全然いい積んだと思ってビビったけど、あの面はいい仕事してくれるね。ただキノコがいるとかそういうことなんじゃない。いや、そういうわけでもなさそうだな。ここは壊れない。じゃあ右に進んでいきます。そしてこの先はなんか嫌な音楽流れてますけど、隠しブロックがあるぞ。笑ってんじゃねー。さっきさ、壊れないブロックがあったじゃん。あれを壊すためにこのキノコを後で取れっていうのか。いや、なんか素直に取らせてくれると思ったんだよな、あのキノコ。さあここでブロックを壊して、あっ、やめて、やめて僕がこんなことで、もう変な声出たやんか。小さい頃お兄ちゃんからくすぐられまくった時に言ってる声だったねやめて、くすぐるのやめてまあ、兄弟がおる方だったらわかるかな。そんなことしなかった。さあ、オンオンをして、今ここにオンオフブロックなかったよな。出せ出せ、急に出すな。ここはちょい右で、ちょい右でオンオフをすれば問題ない。さあすぐにこのブーメランを取っていく。で、ここは開けてくれるとかい。おーだい、どいてくれ、頼む、どいてくれさあここでチビになって、右に中間ポイントが見えるんだ。あの中間ポイントいつ取らせてくれ。やった、楽しみだ中間ポイントを素直に取らせてくれよ。みんな褒めてほしい。口が悪い場合だったらハゲとか言ってたと思うんだけど、それをツルツル頭とかに変換した僕を褒めてほしい。じゃあ雲の上に乗れっていうことで。乗ってないよいや、いいんだ、もう中間なんか僕はいらないんだ。さあここでピョンチューが出てくるから、そいつらをかわしていく。右下とこっちどっちに行けばいいんだ。僕はこの鍵ワープロ。邪魔なんだよハリネズミは。絶対次こそ取るよ、あの雲の上に。行きます行きます、集中しよう。何度も同じ場面を見せるわけにはいかない。ここですぐにジャンプだ。そうしたら中間ポイントを取られる。よっしゃー、見たかケチが待ったね、中間ポイントさん取れるの。さあこの鍵ワープブロックに入っていこうか。ジャンプしなかったら入れる、そういうことだ。何があるんだい、トロール。そんな君に僕は素直に右の方に行けばよかったっちゅうことね。トベロガンに入っていきます。で、このツララは壊れないツララで、じゃあ土管に入っていきます。何でもかかってこいや、チリ耐久だえ、こっち以外に行く道なかったやん。え、なんで新耐久になってんの。この学はそうだよな、このガモンは当たれない。
で、このロギャマ入れないのか。なんで入れないんだろうな、これ。で、右上も行けないと思いますよ。クリボーをかぶってるから、この箱は持てない。ってことは、こいつで終了だ。じゃあどうすんのこれ。もしかして最初からやり直しみたいな。いや、右のドアに入れるな。このドアに入ったらやり直し聞く。あー、なるほどね。ここに来ればよかっただけだろうか。で、このブームは何、これ叩いていいの。残酷、そんなことすんなって。のっぺろぼうさんや。で、下から落ちてくる上がってんだろ。だからすぐ右に逃げようか。いや、これで合ってんのかな。このまんま右下行っていい。なんかすげえ怪しいよね。うわ、どうしよう。こっちに行くのもいいんだけど、ちょっと気になるから行ってみていいかな。すんません。じゃあこの部屋は何、何を見せられてたんだろうな。死に耐久だけど実は違いますっていう演出を用意したかったみたいな。じゃあこのブンブンは無視で、このパワーブロックはダダ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 ダイソン。さっきと話が違いますけど、どういうことなんだい。パンを叩いてすぐにジャンプすればよかったのかい。うん、なんかすごいここまで来たけど、このクリボの被り棒を取ったらこの箱が動かせなくなる。でんぐり返しはでんぐり返しもできなくなる。いや、これ一旦さ、幅跳びで5位か、5位だったらしょうがないわね。もう一回この土管に入らなきゃいけないの。今のね、いろいろ分かったことがありますよ。とりあえずこのクリーボーはかぶっちゃいけない。そしてこのハテナブロックはコインだけということで、ここで箱落とす。あのゴミ箱か。お、投げろそんなゴミ箱。こいつを投げちまえば透明土管に入られるんで。そして次オンオフ倒ってくれる。で、また赤ブロックあるな。いける。あ、いけちゃうね。で、ここハテナブロックヒップドロップしていいと思う。絶対何か来るよ。ガシガシ、何か来る。えにーバデ、これ持てるよな。横バネじゃねえでよかった。で、バネ持ってって、ここでバネでバネれば先に進めるんだ。全然ぬるいんじゃない。ぬるげえじゃん。いや、制作者さんの頭だけにつるげえだね。で、猫取りますからな。これはすぐ上に行っちゃっていいのかな。いや、なんか砲台かぶったけど、これ潰せるんじゃない確か。あ、行けない。あ、下から行けばいいのか。下からドスを倒します。待て待て、めちゃめちゃ順調なんですけど、このまま先に行っちゃっていいですか。ここ一回も引っかからなかったよ。あそこ怪しくない、中間ポイントがありそう。ここ中間ポイント頼む。あ、なさそう。もしかして下からジャンプしてもいけない。ってことはこの土管に入るしかないのかな。下は何もないから土管に入ります。いや、なんか本当に順調だね。なんか不安なんだけど、逆にさ、ここまで順調だったら。さあ、中間ポイントよ、送れ。中間ポイントはないのかい。ワープブロックに入るしかなさそうだけど、一旦ジャンプするふりをしてみようか。あれ、なんか罠ないみたいな感じかな。あ、いや、チェックポイントにふっとバネ、バネを押せ。どこで。いや、ここで置けっちゅうことか。そんなわかるか。なんか嫌な予感してきた。この辺さ、ぶっちゃけ結構簡単だったじゃん。でもこのバネを置くことによってすごく難しくなりますみたいな。絶対そんなことだと思うんだよね。ほらほら、オンオフも変わったら。だからこっからバナも変わってるみたいな。いやいや、それでも全然いいよ。一度で二度楽しめるポジティブシンキングでいこうじゃないか。ここはもう一回何もしない。何もしないでも何もならない。ちょっと何言ってるか分かんないけど、猫とプロペラが取れてんのか。じゃあこのまま右のドア、これどっか入れ。ケツコイ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 。後出しはずるくないですか。後出しとかもずるいやんか。もう喋ることがなくなったので、ね、ゴリ押すんですよ、勢いで。さあ、猫の状態できたけど、こっから先猫のまま行こうか。で、ここはオン変わってないんだな。え、じゃあさっきは、え、これ取っていい。なんか取ったらまずいみたいな。わあ、いや、いいんじゃない。何がだよ。ちくわブロックおります。そしたら上に上がってくる何かが来るから何もしない。そしてロガーに入っていこう。で、この先に中間ポイント2とか書いてなかったっけ。多分あったような気がするんだけど。あいあい、こんな餌に引っかかると思ってんのか。取らねえよか。どうしよう、取りてる。いや、もう取っていこうか。もうどうせね、引っかかってもここまで簡単に戻ってこれるんで。さあ、このうにゃっ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 。だから言ったじ
ゃん。ここの猫取ったらまずいと思うって。さあチビのまんま行こうか。そしてこの洞管に入ればいいのかな。上は行けそうにないもんな。でチェックポイント2って書いてた。本当にチェックポイント2ある。これ簡単取れるだろう。いやわかわ、嬉しすぎて涙が出そうになったよ。せっかくハテナブロックを叩いて何もしないよ僕は。うん、簡単じゃないか。このハテナブロックを叩いてすぐ右に逃げればいい。今度はなんで車じゃないの。まあまあでも問題ない、先に進めないね。あの箱を持ってここに来いっていうことか。砕けろ。皆様、今から誰も求めていない笑ったら即終了やっていきたいと思います。まあ、のっぺらぼうさんのコースで笑いをこらえるなんて全然余裕だと思うんですよ。さあこのバックは踏んでいいのかい。一旦踏んで上に入れる。うそこでそれは卑怯だって。めちゃめちゃ耐えたんだけどな。ここでドンケツパラダイスはずるいって。あんな絶対笑っちゃうじゃんか。このハテナはなんだ。右のブロック開けんじゃないのか。右のブロック開けない。上にはいけそうだけどやられそう。あ、上でこの砲台を取れっていうことなんじゃない。この砲台は無視して下に行こうか。でこの雲があるじゃん、絶対下から何か出てくると思うよ。だから右に逃げておく。特に何も来ないか。じゃあパワーブロック叩いて上に行きます。でこの、右下にブーメランが出てきたよ。あのブーメランがないとこのブロックを壊せなかったっていうことかな。じゃあこのびっくりブロックは何、潰されるだけなのかい。ですよね。僕は薄々感づいているよ。のっぺらぼうさんのコースっていうのは中間2からゴールまでそんなに長くないのが多いんだ。だからこの先ゴールが、なんか今度ブロック消えてんじゃねえか。ってことはさ、このブーメラン持ってきちゃいけなかったんじゃない。そう思ってしまうよ僕は。なあ、大丈夫だっていうことを証明してくれ。ゴールがあるじゃねえか、上に。うわあ何この片つむりみたいなやつ。すごく面白いんだけど、これ下に行けないから、下に行けないし、で僕は戻るしかないのかな。戻って働いて、誰が僕をチビにさせてよ。もう一回さ、扉に入ったらオンオフ変わってるとかないかな。なんでお前いいんだよ。絶対これチビのままでゴールできないと僕は見たね。右行く、そして左行く。でチビになって行くのはいいんだけど、絶対に普通にゴールさせてくれないと思うよ。いける。え、ゴールしちゃっていいの。あーえ、これどうなの。普通に戻ってくれよ。さかのー過去一好きな魚の引っかかりがあったかもしんない。これどうやってすればよかったっけ。右手左。うわ、どうしよう。何もしないでいいのかな。いや、ダメだダメだ、また魚に引っかかっちゃうって。いや、どうにかして避けれないから、あの魚。彼だ彼だ彼だ。ここでジャンプするふりしてみる。やっぱダメだもんな。ってことはジャンプして左を審判でいいんだ。よし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 、これでいいよな。これで次絶対ゴールできるよな。やったいや、面白いコースだった。さすがだね。また一度機会でもいいんで作ったらぜひやらせてください。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオハンマーエンブ。説明文に難易度星5つ中中中車今なんて言った。難易度星5つ中3って言うの難しくない。難易度星5つ中3、スムーズに行えばいけることでしょう。でこれサムネを見る感じさ、目の前にハンマーがあるからそれを取ってブロックを壊してゴールすればいいだけっていう感じのコースだと思うんですよ。それなのにめっちゃクリア率が低い。それじゃあ踊っていこうか。クリア率は 0.69%。 いや全然想像がつかないんだよな、これで難しいって。上から何か降ってくるとかだったら話は変わってくるんだけど。でゴール条件はコインを1枚取ってからゴールか。まあコインがどこにあるか探していけ。あ、これゴールじゃないのね。あ、なるほど、これいっぱいあるっていう感じか。はいはいはい、ごめん勘違いしちゃったわ。コース名にハンマーエンブって書いてたけど、それの意味が分かったわ。こうやってブロックをどんどん壊しながら先に進む。これでね、10秒以内にゴールしろっていう感じだと思うんだけど。え、これもうゴールできたんじゃない。ちくわー、マジで厄介あのちくわ。ってことはドアに入る前に1秒ぐらいは残しておかないといけないっていう感じだよな。だから1回も引っかかっちゃいけない。
これ一回も引っかかってないような気がするんだけど。いや、やっぱ0秒になっちまうよな。これどうにかして早い行き方があるんだよきっと。まずそれを探してた方がいいのかもしんないね。ダッシュした瞬間にブロックを壊す。いや、なんか遅いような気しないんだけど、ちょっとさ、ブロックの上に乗ってる時があるじゃん、マリーが。そのせいでスピードが落ちてるような気がするんだよな。ってことはブロックに乗らないように壊していくみたいな。無理じゃない？やってみよう。ブロックを壊す。最初見えねえな、ゴール条件のせいで。で、これやっぱ足ついちゃうよね。つかないようにとかできるんかな？なんか今最後つかないようにできたと思うんだけど、あれは全部していけっちゃこと？むずすぎか。ちょっとね、どんなんでも来るがいいぜ。すぐにクリア。これさ、ずっとダッシュを継続しなきゃゴールできないようになってんじゃない？ほらほらほら、なんか今1回目のブロック壊した時ずっと走ってたよね。だから分かりやすいように説明すると、ちょっとここ壊しておくわ。で、こっから走ってブロックを叩いた後でも走りが継続してますみたいな。やっぱりそういうことか。攻略を見つけたぞ。ただそれが分かっても難しいよな。だから最高速度のまんま行かなくちゃいけない。これはいいんじゃない。きた。惜しい惜しい、めちゃめちゃ惜しいところまで来てる。最初が難しいだけで、あとはなんかもうリズム感覚でいけるね。ほらほらほら、これなかなか調子いいんじゃない。頼む、行ってくれ。残り1秒絶対来たよ。さあ来いよ、これやったこれめちゃめちゃ難しかった。いやー、クリア率がめちゃめちゃ低いだけのことはありましたね。そして見てください皆さん、最速で踊ることができる人間になりましたよ。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。